皆さんこんにちは、前田正俊です。さあ、いよいよ、飛ばす弓をやってみましょうね。この弓なかなか難しくてですね、うまくできる人はパッとできちゃうんですけど、なかなか難しくて、綺麗に飛ばすということは練習をしないとうまくいきません。で、まず、弓の位置なんですけど、弓はだいたいこう真ん中のところですね。で、実際のバランスっていうのはここの真ん中っていうのは実際ここ重いですから、バランスはちょっとこう根元寄りのところかな、この辺がだいたい弓の重心の真ん中になります。で、この辺が一番こうなんて言うんだろう、弓がバランスよくバウンズするところだと思ってください。で、最初のうちはこの辺のところ、真ん中辺を使って練習しましょうね。で、弓を飛ばすときはあまりギュッと持たない なるべくこの両端でこの中指ぐらいはこの2本は軽くして両端で持つようにしてください。で、肘もこう下げすぎたりこうやって上げすぎたりするとうまく飛びませんので、手がタラン、自分の手がタランとこうなったようなところへこう弓をうまく持っていってやって、こう抜いてやって、両方でこう釣ってるような感じですね。そして、弓をまずはうまく飛ばない、最初からうまく飛びませんから、こうやって弓がその場で叩いてみましょう。これで弓の この弓の木の弾力ですね、この弾力をよく感じてくださいね。こうやってで、こう跳ね返ってきてる、こう丸つきするような。で、このまんまここに力を入れないで少し前後へ振ってみます。こういう時にしっかり持ちすぎてるとやっぱり手全体でこうなっちゃう人が多いですね。じゃなくてタラッとしてこのフォームね、ちょっとよく見ててね。で、これをこうちょっと少しバウンズさせたらちょっと前後に揺すってみましょう。前後に揺するとこんな感じです。で、この時に弓がこう斜めになったりこんなになったりしてると、こう弓の毛がこういう擦れ方をしますから、こういうふうに音がきれいに出ません。この角度をいつも気をつけて、だと綺麗にいくんですけど、斜めは汚い音が出たらこれはちょっと斜めだなと思ってくれるといいかもしれませんね。こういう音が出たら斜めで、力を入れない、ここに力を入れないで、綺麗な音で飛ぶ。ここは指先だけこの2本はしっかり持ってる。こんなふうな練習をしてみましょう。で、これは焦る必要はなくて、コツをつかんでいくことがとても大事なんですね、飛ばす意味は。で、早く飛ばすってかっこいいですから、バーッで例えば。こんなことやったらかっこいいから、あ、なかなか自分もやりたいと思うんですけど、そうするとどうしても力が入ってこうやってなんかこういうことになりますから、最初は今みたいにしてこのバウンその慣れてきた、これがうまくいくようになってきたら少しずつ音階でやっていくのも一つの手ですね。
決して早くやらないことで、早くやるとうまくまだ筋肉がそこの、飛ばすスピーカーとの飛ばす力がまだっていうか感覚がつかめてないのに、こう早く飛ばそうとすると筋肉だけが硬くなりますから、そうするとどうしてもここカチッとなって、こんなことになって、ここなんか全然こういうロボットみたいなことになっちゃいますから、それは あまりいい結果を生みません。で、なかなかこれ飛ばすこの飛ばす夢を教える教え方っていうのは、なかなかいろんな先生によってみんな違うし、なかなか難しいんですけども、まあ、僕は今言ったようなその、この弓のバウンズの感覚をつかむということを先にしっかりやっておくと、うまくいくっていう、まあ大体今までそういう結果でいい結果が生まれているので、根気よくそれをやってください。とにかく根気よくで、慣れてきたら少しずつテンポを上げてみます。でもう一つは、前も言いましたが、これも何度も言いますけど、こっから上がっていくときに、こうやってこれだけでやらないでくださいね。だから あくまでここら辺がうまく飛んだ、うまくスピーカーとかできた、そしたらその角度、アーセンの方もアーセンもしっかりその角度をキープしてでやっていくのが上達の道だと思いますね。キープね、力を入れない、ここに力を入れないで、飛ばす感覚をよくつかむ、ここに力を入れないで前後に、最初わからないときはちょっと揺すってもいいかもしれませんね。こうやって肩からちょっと揺すってあげてもいいかもしれない。これがちょっと揺すったやつです。これ手首だけだと、これはまあ曲のその時の感じによって全然使い分けて構えないと思うんですけれども、両方ちょっと試してみて見るのもいいかもしれません。でとにかくいい軽やかなスピーカーとかできるような練習をですね、うっとやっていってですね、上手になっていくといいなと思います。頑張ってください。今日はこの辺にいたします。ではまた次回。